過保護すぎると思う親の言動。神奈川県横浜市リリアンさんの過保護すぎると思う親の言動。さきちゃん、実家暮らしの私が大丈夫？9時半、うん、やばい。友達との約束に寝坊し、遅刻だ、本当にやばいって。急いで化粧していたら、お化粧急いで、ほらお母さん食べさせてあげるから、ね、母がパンを食べさせてくれたこと。愛知県半田市ユニュノさんの過保護すぎると思う親の言動。母さん、明日は同窓会だから。40代の私が実家に帰ると、ほら横になって。やっぱり仕上げはこうやらないとね。今でも歯磨きの仕上げは母親がすること。ということで、過保護すぎると思う親の言動。